はようございます。いらっしゃいました、早いもので来週からアドベントね、ということは今年ももうすぐ終わるという、あと1ヶ月ちょっとね、本当に、あっという間に1年が過ぎていくなという、感じですけれども、まあ、こうして、この1年もね支えられて、まあ返す返すもなんでコロナがこんなに3年間もね続いたんだろうなと、まあ、まだ終わってないですからね、これいつまで続くのかなということもありますけれども、まあ、人間のこのこれだけね科学が進歩して、何でもかんでもできるような時代になったとはいえ、この目に見えないウイルス一匹、一匹ってわけじゃないですけどもね、支配できないのかなという、なんとも無力な感じもしますが、まあ、それでもなんとかこの状況に、ね、耐え抜いて3年間、この2022年も最後まで主に従ってまいりたいと思うわけですが、さて、では窓を閉めていただきまして、今日はですね、予言は終われないというテーマなんですけどね、終われないにするか終わらないにするか終わらせないにするか、いろいろ悩んだんですけどもね、まあ、終われないというタイトルですけども、今日は私も40年以上牧師をやっておりますけれども、多分初めてここから説教するんじゃないかと、はい、旧約聖書の一番最後の書物ですね、マラキ書という書物を、開いて、まあ、今年はずっとねこの預言者の声ということで、旧約聖書の預言者たち、そして預言書を取り上げてお話をしてまいりましたけれども、今日が一応まあ実質上の最後 で来週まあ、まとめをやって、終わるつもりなんですけれども、まあ、だからずっとこう順番に読んでいったのでね、今日一番最後マラキ書に行き着いたっていうことなんですけれども、皆さんマラキ書はご存知ですか？知ってますか？ね、あんま知らないよね。一番最後にあるということは分かってるけども、何が書いてあるかって多分あんまりご存じないと思いますが、まあ、かくいう私もあんまり知らなかったあんまり知らなかったですね。でも今回こうしてまあお話をねさせていただくということもあって、学ばせていただいて、いや面白い書物だなとね、改めてね初めて、正直に言いますけど初めて、ああマラキ書は面白いなと、今日はその面白さが皆さんにちょっとでも伝わればいいかなと思っておりますけれども、そもそもマラキ書という書物の時代背景ですね、最初にお話をしておきますけれども、まあ、バビロン捕囚というのがあってね、イスラエルの民は、まあ、国を失ってバビロンに連れて行かれたんですけれども、まあ、神様の奇跡的な技によって、バビロンが一夜にして滅んでですね、そのバビロンを倒したペルシャの王キュロスが、それまでバビロンが集めていたいろんな国の人たちを帰っていいよと、帰ってって自分のそれぞれの神様を礼拝してペルシャの繁栄を祈ってくれと言ったものですから、バビロン捕囚に連れて行かれましたユダヤ人たちがね、帰って神殿を建てるということになったんですね。まあ、これは実は預言者エレミアがかつてね、エルサレムの荒廃は70年で終わると予言をしておりました、まあ、その成就でもあったわけですけれども、意気揚々と約3万人ぐらいが帰ったんじゃないかと、まあ、あれはまあ男性だけの人数ですから、女性や子供なんか入れるとねもっと大きな人数、10万人ぐらい帰ったかもしれませんけれども、でその人たちが帰ってきて神殿の基礎を築いて、そして祭壇を作って、そこでこの生贄をね捧げるということを始めたわけですが、まあ、直後にその地域に、まあ、イスラエル人がねいなくなった後住んでおりました民がですね、まあ、あいつら帰ってきたらまあやばいことになると、ね、また
国を建てて自分たちをやっつけようとするんじゃないかということで、いろんな妨害を始めてね、でペルシャに王様に手紙を書いて、ペルシャの王様、あいつらが自分の国を再建したら大変なことになりますよという。でペルシャの王様もう次の王様になっておりまして、そうかっていうんで、まあ、中止しちゃったんですね。で中止して、14年ぐらい経ってた時に、神様もイライラしてたと思いますけれども、これまでお話したハガイとゼカリアというね預言者を立てて、彼らを通して、もう一回、神殿再建に踏み出しなさいと、語られて、まあ、それによって、当時の総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアが立ち上がってですね、まあ、先週もお話ししましたけれども、例の武力によらず能力によらず我が霊によるというですね、あの幻を見せて、主の霊がなやるんだと、これはね人間の力じゃないんだと、主の霊が成し遂げてくださるんだということで、神殿再建にもう一回、踏み出しまして、4年後に、無事に神殿が完成いたしました。これエズラ記のね6章の15節に書いてあります。でその後エズラがだいぶ経ってますけどね、だからもう60年後ぐらいですかね、60年後ぐらいですかね、エズラはペルシャにいたんですけれども、この帰って神殿を建てた人たちがどうもちゃんと律法を守ってないと、知らないんじゃないかあいつらってことですね。でエズラはまあ祭司だったんですけれども、律法をペルシャでしょ、外国にいたのにちゃんと学んでいた人で、王様の許しを得て、帰ってまいりまして、帰還民たちに律法を教えたんです。そこでこの律法を開いてね、神様はモーセを通してこういうふうに言われてんだよと、これやっちゃいけないんだよ、あれやっちゃいけないんだよということをね教えたんですね。でそれからしばらくしてですね、今度ネヘミヤという、これもペルシャにおりましたけれども、彼は王の検釈官というですね、王のお酒を献ずるという王様に、まあ、要するにこれ毒味役ですね、江戸時代なんかにもおりましたけれども、毒味役をしていた、まあ、一番こう王様が信頼する人物だったわけですけれども、このネヘミヤがペルシャにおりまして、神殿は建ったけれども城壁がまだできてないと、エルサレムをね、でまあ、当時ですから城壁を作ってないということは、まあ、いつ敵に攻められてもおかしくないわけですよね、無防備な状態。それを聞いて心を痛めましてね、ネヘミヤはですね、王様我が祖国、神殿は建てましたけれども城壁が気がありませんと、なんとか帰って城壁建てたいんですけどって頼んだらですね、王様がええよええよということで、いろんな金銀財宝も預けてですね、これで城壁作ってこいって言われてネヘミヤは帰ってくるね。で、これもまあいろいろ大変なことがありましてね、これネヘミヤ記に書いてあるんですけど、面白いですけども、散々な妨害にありながらもしかし短期間で、城壁を再建いたしましてね、でそのあと、またやっぱりここでこの帰還民たちがですね、エズラが律法のお話をしていたにもかかわらず、もうすでにこう腐敗が始まってたんですね、いろんな不正が行われたり律法に背いたりというようなことがいろいろこう分かって、でエズラとネヘミによって、イスラエルの民を、まあ、粛清という言葉はちょっと正しくないかもしれませんが、特にその地域の異邦人との結婚が非常に進んでいたんですね。で振り返ってみると、イスラエルの民がエジプトを出てモーセに率いられて、そして最終的にヨシュアに率いられてこの約束の地に入ってきた、その時にですね、彼らが主に背いたその一番の原因は何かというと、その地域の多民族との結婚だったんですね。その多民族との結婚によって結局多民族の神々を取り入れるということになってしまう。そうすると律法の10回の第1回ですね、主なる神のみを神としなさいというその戒めを破ることにもなるんですね。で、最初の失敗がまたここで行われようとしていたということで、エズラネヘミヤが厳しくこれを断じましてですね、これネヘミヤ記に全部書いてあるんですけどね、誰がその異民族と結婚したか全部別れさせた、本当に厳しいことをやったんですね。で今日お話しするマラキ書は
そのもうちょっと後の予言と言われています。ただ厳密なことはわからないです、うん、まあ、ネヘミヤの時代だったんじゃないかという人もいるし、いやいやもうネヘミヤはもう去った後だったんじゃないかというのが大体の見方ですけれど、まあ、いずれにしてもイスラエルの長い旧約聖書の歴史の中の一番最後の人ですね。一番最後の預言者であるし、一番最後の書物であります。まあ、せっかくこう神様あの奇跡的なね技によってバビロン捕囚から解放され、神殿を建て、そして城壁を建てて、ね、いよいよこれから自分たちの国を盛り上げていかなければならないという時に、すでにいろいろな問題が起こっておりまして、それに対して神様がマラキという預言者を立ててですね、メッセージをお伝えになったんです。でマラキ書が面白いのはですね、今日これからお話をするんですけれども、大きく多分6つぐらいのお話からなってるんですけれども、民が、こんなことを言っていると、それに対して神様はそれに応えるというですね、まるでこう神様とイスラエルの民とのこの問答のような、そういうスタイルをとっているというのがちょっと面白いですね。で、最初のお話が一章ですけれども、民がこう言っていると、私はあなたたちを愛してきたと主は言われる、しかしあなたたちは言う、どのように愛を示してくださったのかと。主は愛してきたけれども、この民はですね、世の民は、どのように愛してくださったんですかって言ってる。どのように愛してくださってるんですかって言ってる。本当に愛してくださってるんですかというようなことを言ってる。まあ、神様の愛を疑っているということですね。それに対して神様は、エサウはヤコブの兄ではないかと主は言われる。しかし私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。私は彼の山を荒廃させ、彼の修行を荒野のジャッカルのものにしたと。これはまあイスラエルの一番スタートであるですね、あのイサクの息子、二人の息子ね、エサウとヤコブっておりましたけども、ヤコブの方が、長子の権利をもらって、そして神様の祝福の系図をスタート、そこから始まるわけですよね。で神様はそのヤコブの方を祝福された、つまりイスラエルの民を祝福してこられて、兄のエサウの方はどうかというと、うまいこと言ってないだろうと。だからここだけ読むと、なんか神様はちょっとエコ引きじゃないですかと、ね、ヤコブの方だけえらい可愛がって、兄のエサウはいい加減だったんじゃないですかみたいな感じしますけれども、まあ、これはヤコブの子孫イスラエルには特別なね恵み憐れみが注がれてきたことは事実なんですね。特別な愛が注がれてきたことは事実なんです。でそもそもこの話はさっきお話ししたようにね、バビロン捕囚から解放されて神殿を建てて、城壁を建ててこれからという時の話なんですね。つまりこのもともとはね、このイスラエルの民というのは死を裏切り続けた結果国を失ったんですよ。そしてアッシリアに滅ぼされ、バビロンに滅ぼされ国を失った。なのに神様が、本当奇跡的にですね、イスラエルの民を解放して約束の地に戻してくださったわけじゃないですか。もうこの愛ってすごいですよね。もう本当ならさばいてもいいわけですよ。神様もう裏切り続けて、もう預言者がもう何度も何度もこんなことしたら、もう口が酸っぱくなってねじ曲がるぐらい喋ってたのに言うことを聞かなかったから滅んだ。でも神様は滅ぼし尽くさずに、いや、憐れみをかけて愛をかけて戻してくださった。もうその愛だけでも大変なもんじゃないですか。それなのにですよ、どのように愛してくださったんですかって言って、神様の愛をすっかり忘れてるんですね。あの神殿の基礎が築かれた時に、ハガイ書で読みましたけども、前の神殿を見てた年寄りたちはもう大声を開いて泣いたと。見たことのないものもそこで大声を開いて泣いたと書いてあるんですね。ああ、神様の憐れみは素晴らしい、神様を愛してくださった、私たちを見せてくださらなかったって、その時は本当に感動して泣いて、それこそ主の愛を疑うことはなかったと思いますけども、まあこうして時間が経つとですね、すっかり忘れちゃってる。これが最初の話ですね。2番目のお話はですね、こういうふうに言ってるんですね。私が主人であるなら私に対する恐れはどこにあるのかと万軍の主はあなたたちに言われる。私の名を軽んずる祭司たちよ、
あなたたちは言う、我々はどのようにして皆を軽んじましたか。これは祭司というふうに書いてありますけれども、祭司たちがですね、神様がお前たちは私の名前を軽んじているとおっしゃったんだけども、祭司はいやいや、あなたの名前を軽んじてなんかおりませんよと、大切にしてますよ、そう言っているわけですね。それに対して主は何と答えられたかというと、あなたたちが目のつぶれた動物を生贄として捧げても悪ではないのか、足が傷ついたり病気である動物を捧げても悪ではないのか、それを総督に献上してみよう、彼はあなたを喜び受け入れるだろうかと万軍の主は言われる。祭司たちだから捧げているのは祭司よりもむしろ民ですけれども、民がですね、大切な神様に捧げる捧げ物を目のつぶれた動物、ね、足に傷ついた動物を捧げている。要するにもう売り物にならないような、ね、2番煎じ3番煎じ余ったようなものを、これでもいいから捧げとけと言って捧げていると。この行為は主を軽んじていることじゃないかと。そうですよね、本来ならば傷のないものを捧げなさいと律法に書いてあるわけですから、一番大切なものを一切のオスのって書いてあるんですね、傷のないものを捧げなさいと書いてあるのに、いいじゃん、捧げてるからと、捧げんよりマシじゃないかと言って、傷のあるものを捧げてる。それはもう明らかに主を軽んじていることじゃないでしょうかと神様おっしゃるわけですね、捧げとるんだからいいじゃないと、神様に感謝しとる、神様を礼拝しとる、そういう気持ちになってる。それが2番目の話ですね。で、3番目はですね、夫婦の話ですね。夫婦契約の話なんですけれども、あなたたちはなぜかと問うている。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人となられたのに、あなたが妻を裏切ったからだ。彼女こそあなたの伴侶、あなたと契約した妻であると。これはですね、ちょっと説明が必要なんですけれども、どうやらこの時代、もちろんその異邦人との結婚をエズラ・ネヘアミヤの時にこの厳しく断じてですね、別れさせたということがあったんですけれども、そのせいかどうか分かりませんけれども、この圧倒的にこう男性側ですよ、この気に入らないことがあるとすぐに離婚してたようなんです。簡単に見下り判を書いて、もうお前はお払い箱だと言ってこう離婚をしていたらしいんです。あんた吸ったもんだして家庭裁判所行って離婚したんじゃなくてね、もうお前はつまらんからって言って、それを神様は断じてらっしゃるわけですね。でなぜその結婚契約を軽んじることを神様がお怒りになったのかというと、あなたたちはなぜかと問うてる。なぜかって問うてるわけですよ。なんで離婚しちゃいけないんですかと、エズラネヒミヤの時に異邦人の妻をみんな去らせたじゃないですか、多分そういう変な言い訳がある、神様は、あなたはなぜと問うてるけれども、それは主があなたと あなたの若い時の妻との証人となられたのに、あなたが妻を裏切ったからだと言われて、つまりこの、夫婦の関係というものは、ただその男と女の関係というだけじゃなくて、それは主なる神がその契約を保証されたというか、だからその彼女こそあなたの伴侶、あなたの妻、あなたと契約をした妻であると。だから夫婦の関係はあなたと神様との関係に匹敵する大切なものだと、それを軽んじるなんかとんでもないとおっしゃったんですね。だから簡単に妻を離縁することは簡単に主との契約を破ることと同じだと、それぐらい大切なことなんだよというふうにここでおっしゃっているわけです。4番目ですけれども、あなたたちは自分の語る言葉によって主を疲れさせている。これなかなか聖書にないですよ、この言葉、あなたたちは自分の語る言葉によって主を疲れさせている。それなのにあなたたちは言う、どのように疲れさせたのですかと。別に神様あなたを疲れさせたような、記憶はございませんがって言ってですね、でそれに対して主は何とおっしゃったかというと、ちょっと字が小さいですけれども、あなたたちが悪を行うものは全て主の目に良しとされるとか、
主が彼らを喜ばれるとか、裁きの神はどこにおられるかなどということによってであると。民は、まあ、悪を行う者は主の目に良しとされるってか言ってるんですね。悪いことをやったって、まあ、神様、許してくださるだろうみたいな、あるいは主を喜ばれると思う。でさらに裁きの神はどこにおられるのか、神様は別に裁かれはしないよと、神の裁きなんかそんな絵空ごとでそんなことは起こらないよと、悪いことをやったって全然大丈夫だよというようなことを言ってたんですね。それを神様お聞きになって疲れたという、お前たちが言ってることとんでもないこと言ってると。でさらに裁きのために私はあなたたちに近づき直ちに告発すると言われた。呪術を行う者、勧誘する者、偽って誓う者、雇い人の賃金を不正に奪う者、家父、孤児、寄留者を苦しめる者、私を恐れぬ者らをと万軍の主は言われると。すぐに告発してやるぞと。お前たちはこんなことやっといて、いや別に、主の目に別に、なんか裁きなんかないよと、嘘吹いてるかもしらんけれども、すぐに告発してすぐに裁いてやることができるんだよと神様はおっしゃっているわけですね。まあ、主の意味嫌われる立法に沿うことを行いながら主の裁きなど起こらないと、まあ、鷹をくくっているとか嘘吹いているというか、そういうことを、まあ、聞いたというかご覧になって神様は疲れているとおっしゃったんですね。当然のことですね。さらに5番目ですけれども、立ち返れ、私にそうすれば私もあなたに立ち返ると万軍の主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように立ち返ればよいのかと。お前たちのやってることは間違ってると、ね、悔い改めなさいと神様はおっしゃってる。でそれに対して民は、じゃあどうしたら、悔い改めてどうやったらいいんですか、どのように立ち返ればいいんですか。そんな感じですね。どのように立ち返ればいいんですか。でそれに対して神様がおっしゃったのは、まあ、3章ですけれども、10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみよと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうと言われたんですね。どのように立ち返ればいいんですかと言った民に対して神様は、そうか、じゃあまずお前たちに与えている収穫の10分の1をちゃんと私に返せとおっしゃったんですね。これはレビ記で、もう立法にちゃんと書いてあるんです。レビ記の27章の30節に、土地から取れる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである、それは聖なるもので主に属すと書いてある。だから彼らは最初に生贄の話もありましたけれども、神様から祝福されて、たくさんの実りをいただいても、ちゃんとその10分の1を主にお返ししてなかったんです。だからじゃあ立ち返るんだったらまずここからだろうと、これは神様が与えてくださったものだということをまず形に表せとおっしゃった。でそれだけじゃないですね。それだけじゃない、これによって私を試してみようと。これも多分聖書ここだけしか書いてないと思う。試してみようと。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐである。あなたに与えられたその恵みの10分の1を神様に返すならば、必ず天の窓を開いて祝福を限りなく注ぐだろう。もっともっと豊かな祝福をあなたに与えるから試してみって言われる。一回やってごらんと、ダメだったら知らんよって言うことで、必ず神様は必ず祝福してくださるからということをここでおっしゃっているんですね。別にこれはその私たちに対してね、主の10分の1を必ず捧げなきゃいけないということを言ってるわけではありません、もちろんこれは旧約聖書の立法の話ですからね、私たちがそれは神様に与えられたものの10分の1でも10分の2でも10分の9でも、捧げるのは全然自由ですし、神様が
与えてくださったものということで感謝を捧げるというのは素晴らしいことですが、別にそれは今私たちは立法のもとにいないので、だからそのこの言葉に縛られる必要は全然ありませんけれども、でも与えられたものの一番やっぱり大切な、まず神様にお捧げするというのはですね、この神様に立ち返る、神様に従うということを表すための本当に大切な要素なんだなということをここで教えられるわけですね。さらに6番目ですね、開き直ってるんですよ。どんどんね態度が悪くなるんですよこの人たち、本当にね、読んでてイライラしてくるんですよ、どうやって立ち返っていいんですかとかね、なんか悪いこと言いましたかみたいな、こう言ってますね。3章、あなたたちは私にひどい言葉を語っていると主は言われる。ところがあなたたちは言う、どんなことをあなたに言いましたか、何言いましたか、あなたたちは言っている、神に仕えることは虚しい、たとえその戒めを守っても万軍の主の御前を喪に服している人のように歩いても何の益があろうか、むしろ我々は高慢なものを幸いと呼ぼう、彼らは悪事を行っても栄え、神を試みても罰を免れているからだ、そう言ってた。戒め守ったってね、大したことはない、そんなこと何もいいことはないよ、喪に服している人のように歩いてもっていうのはね、いかにも暗い顔をして、なんかこう神様を礼拝するっていうのはそんなことのイメージだということですよね。まあなんか時々ちょっとなんかクリスチャンですっていうと、なんかね、みんな黒い服着て暗い顔してる人みたいに言われますけどね、なんかそんな感じかもしれませんけれども、何の益があろうかと。でこの最後ですよね、むしろ我々は高慢なものを幸いと呼ぼう、彼らは悪事を行っても栄えている、ね、これね誰でも思うことじゃないですか、ね、神様を礼拝せんで悪いことやったっても偉い金持ちになったりね、立派になったりしとるじゃないかと、ね、だから神様をに従ってね、立法を守ったからといって何の益もないよと、悪いことやったって、神を試みても罰を免れてるじゃないかとと言ってた。それがひどいことですよね。これはひどい。でそれに対して神様はこうおっしゃいました、ね、あこれですね、主の戒めを守っても何も良いことはないと、悪事を働いていても裁かれず栄えている者がいるじゃないかと。我々もね、どっかでそういうことを思うことあると思うんですよね。それに対して主はこうおっしゃいました。主は耳を傾けて聞かれた。神の御前には主を恐れ、その皆を思う者のために記録の書が記されたと。ちゃんと書いてあるよっていう。あんたたちは知らんかもしれないけれども、あなたの言ったことはやったことは全部記されてる。そしてその時あなたたちはもう一度正しい人と神に逆らう人、神に仕えるものと仕えものないものとの区別を見るであろうと。必ずその区別がつく時があると。今この地上にいたらわからない、確かに、まあ、イエス様もおっしゃいました、ね、毒麦の例えでね、良い麦と、まあ、毒麦ってのは当時あったみたいですけど、一緒に混ぜて植えちゃったと。でも実になるまでは いい麦か悪い麦か分からないんだと、収穫の時まで分からないんだと。確かにこの世界では神様を信じてようが信じてまいが、従おうが従うまいが、ね、この世でいい思いをしている人もいればそうでない人もいる、そこに差別はない。だけども必ず最後に神様は正しいか正しくないか、主に仕えたかそうでないかということを区別するから、ね、そのことを覚えていなければなりません、そうおっしゃったんですね。まあ、これがこのマラキ書の、まあ、神様とそして民との会話であり、また神様が、彼らに対して語られたことなんですけれども、このストーリーを読んでいると、まあ、いろんなことを教えられるんですけど、これもうこれ旧約聖書の最後の話なんですよ。旧
旧約聖書の最後、これ昔から変わってない、ずっと結局一緒かみたいなですね、最後の最後までこれなんだなと、いうことを思ったわけですし、そしてこの、まあ、今これは私たちにこのマラキ書を、ね、当てはめて考えたとすると、これは、ね、信仰を失う前触れかなという感じがするんですね、ここに描かれている。だからここに描かれているマラキ書のに描かれているイスラエルの民っていうのは神様に完全に背いているわけじゃないです、ね、まあ生贄を捧げてないわけじゃないし、まあ、もちろん悪いことはやってるけれども、明らかに、それこそかつてのような異教の神々を礼拝するとかバール礼拝するとかね、そんな話は出てこないんですね。だからさすがにそれはやらなくなってたのかもしれませんけれども、でもこういろいろほころびが見えてきてるっていう感じですよね、しかしこれはだから信仰を失う前触れかなという気がするんですけども、まあ、今話したことをまとめると、まあ、一つはやっぱり主の愛を疑うと、本当に私は主に愛されているのか、主は私を愛してくださっているのかということを疑ってしまう、まあ、クリスチャンであれば本当に私は救われたのかどうか、ね、神様は私を愛しておられるのかどうかということをこう疑ってしまうというですね、そういうことがやっぱり信仰を失うそのきっかけの一つになるんだろう。それから神の国と神の義が第一ではなくなると、生贄を捧げとるけれども傷のあるものや目のつぶれたものを捧げている。だからまず神様に良いものをお捧げしなければならないのに、それが2番目3番目になってしまうということがやっぱりこのつまずきの原因の一つだろうと。だから自分本位になっちゃうと、これはあらゆる結婚の話がそうですね、自分が気に入らんかったらもう奥さんをすぐに離縁して、また次の次のってですね、それはこの神様の前に、もちろんこの契約は神様から与えられた大切なものだという気持ちを失っているということでもあるし、結局自分の都合で、どんなこういろんな律法の、これは実はですね、律法の中に、ある言葉を極大解釈するとか自分の都合を解釈するとそういうことができるようになっちゃうんですね。でこの話はイエス様もお前たちの考え方は間違っていると言われていることの一つなんですけれども、やっぱり自分本位になってしまうということがつまずきの原因になるだろう。それから全てのものは主からの恵みであるということを忘れてしまう。俺自分で手に入れた、自分が頑張って働いたんだから、これは俺のものだ、私のものだって言ってですね、やっぱりそう思ってしまうということが捧げ物の問題になったり出てきたりするんですね。で、これらのこと全てに共通していることは何かというと、主は私たちの心の内側まで見抜いておられるということですね。これが怖い、マラキ書を読んで怖いなと思ったのは、ね、この民がこう言っている、あなたたちはこう言っているというのは実際言ってないかもしれないです。心の声かもしれない。でも神様はそれちゃんと見抜いてる。あなたがどういう今思いでいるか、どういうことを考えているかということを神様は、当然のことですけれども見抜いているというか、でそれにやっぱりこう傷つかなくなるというかね、軽んじてしまうというか、いや神様には分からないだろうと思うようになったら、これは非常に危険なことだろうなと思いますね。そして最後に、主は全てを当然ご存知であり裁き主であるということをやっぱ忘れる、実際に裁きは起こらないので、今私たちの目の前で、今日も3人公開処刑されましたみたいなことが主に背いたので、今日、どっかの国みたいにね、そんなことがあったら、ああ神様怖い怖い、もう絶対ありませんみたいなのを言うかもしれませんが、実際起こりませんから、最後の最後まで、神様は私たちがこのご自分の深い愛に気づいて、それに愛を持って応えてほしいんですよね。この
強制的なことだったり、無理やりだったり、首に縄をつけて私を愛しなさいとか、私の恵みに応えなさいとか言われないんですよ。じれったい感じする。でもそれが私たちをお作りになった神様が、私たち、神が作られたもんですよ。地の塵からね、作られたただの泥の塊なんですけど、なのにこれを愛してくださっている、この尊厳を認めてくださっている証拠だろうと思います。だからあくまで神様は預言者を通して語ると、預言者を通して語る、それをこの1年ずっと見てきました。神様はそうやって私たちが自発的に気がついて、そして神の愛に応えるものになってほしい、ただそれだけだと思いますね。形の上だけ、やることをやって言うことをやってりゃいいということじゃない。神は愛してくださっている、その愛に応えるっていう、ね、それが神様が求めてらっしゃることじゃないかと思うんです。そして最後の最後に、このマラキ書の一番最後の章にこの言葉が出てくるんですね。我がしもべモーセの教えを思い起こせ、私は彼に全イスラエルのためホレブで掟と定めを命じておいた、立法を思い出しなさいと。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、大いなる恐るべき主の日が必ず来るけれども、その前に預言者エリアをあなたたちに使わすと。もうこれまで散々預言者使わせておいたんですけども、またやっぱり預言者使わすと。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。だから一番最後の預言書にまた預言者来るよって書いてあるんですね。だから預言は終われないです。終わらないんですね。なぜ終われないのか、終われないの、なぜか、それは私たちが神様の思いに応えきれてないからなんですね。応えきれてたら預言者いらないんですよ。でも明らかに背いたり、まあ従ってる風をしたり、このマラキ書にあるようにね、なんかそれっぽいことをやったり、まあ嘘吹いたりしてる。でも神様はそれに対して預言者を送って、その思いを伝えてくださってる。預言は終わらない、終われない。でもその預言によって私たちはなんとかこのつなぎ止められているんだろうなということも感じるわけですね。さあ、このメッセージをね、私たちいただいて、ね、なんと答えるでしょうかということが問われているんだと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日は旧約聖書最後の書であるマラキ書を通して学ぶことができてありがとうございます。あなたは当時の民が何を考え、何を語り、また何を口走っているのか、すべてご存知でした。そしてそれに対して一つ一つ誠実に答えられ、また民がその主のまっすぐな愛に応えるようにと求められました。私たちは弱いものであり、またすぐに疑い、またすぐにいい加減になってしまうものです。神様、この与えられた御言葉を通して、まず私たち一人一人が本当に主の愛を疑うことがなく、またその愛をもう一度確認するものであらせてください。そして神の国と神の義を第一にする、神様を第一にする信仰生活をもう一度立て直すものとならせてください。そして自分本位にならず、自分よりも隣人を愛するものとして、またその向こうに神の契約のあることを覚えて、人々との関わりを大切にさせてください。そして全てのものは主からいただいたものだということをもう一度確認して、喜んであなたに捧げるものとならせてくださるように、あなたはすべてご存じであり、そしてすべて裁かれる方であるということを
夢忘れることがありませんように。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ子犬が悪は我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝を終わります。お座りくださいました。